今日はデビッド・ニッサさんにお話を伺うことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デビッドさんと最近ちょっと一緒に仕事をしたんですけど、東京国際映画祭にある視点部門に出品される東京ドリフターという、作品なんですけれども、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろお世話になりました。いよいよ10月の、25日からですね、上映が始まりまして、本当に待ちきれないですね。そうですね、非常に楽しい。大画面で映画を見るのが一番いいですので、もうみんなで観客の反応も見ながら、そう、映画館だとね、こうその場にいて、こう肌でその反応を感じながら見えますからね。まあ監督も多分、歌手もそういう場が緊張すると思うんですけれども、翻訳者の側もその字幕が、海外のその観客を伝うべきなことを伝えるかどうかっていうところ、非常にまあいい仕事やっても伝えられるかっていう緊張感もあるじゃないですか。ありますね。それがこういう国際の場で、肌で感じることは非常に楽しみです。すごい楽しみですね。はい。で、今回の東京ドリフターっていう作品がドキュメンタリーなんですけど、主演が前野健太さんっていうすごい注目されているシンガーソングライターなので、で、ほとんどがこう歌の場面なんですよね。そうですね。彼が弾き語りをギターでしてる。そうですね。セリフはいただきますくらいですもんね。本当ほとんどなかったですよね。そうですね。で、歌詞のこう字幕ってあんまりこうおそらくそんなにこう仕事する機会はないんじゃないかと思うんですけど。もちろんと短編映画とか、劇場上映される映画とか、そっちのストーリーあるものの方がよくやってるんですけれども。セリフとかですよね。はい、その会話的なもので、もうあとドキュメンタリーとか、CM とか予告編もやってるんですけど、その歌詞っていう経験は多分蛍の星に出てる、歌詞ぐらいなんですよ。菅原博監督の、はい、それは初恋とか蛍列車っていう2つ曲は一応、それなんか主題歌みたいな主題歌のもんですけれども、もう結構歌詞がストレートなので、まあちょっと言葉の装備しないといけないんですけれども、このまあ、前野健太の音楽非常に伝えることは言葉ではなく裏のニュアンスなので、どういうふうに同じような雰囲気を出せられるかどうか、ちょっとなんていうかこうミステリアスな感じですか。そう、歌詞がそうですね、ストレートに言ってるわけじゃなくて、イメージからイメージを伝えて、そこから意味が深いっていうものが、多いじゃないですかね。はい、そうですね。日本映像翻訳アカデミーでは今回、東京ドリフターは松江哲也監督と前野健太さんの、タッグなんですけど、前回のこう実はライブテープっていうですね、一昨年の、東京国際映画祭、また同じある視点部門ですね、出された同じようなこう前野さんの歌をこうフィーチャーした映画があったの、あの時で一回歌詞を経験したんですよね。あの時はまた別の翻訳者さんだったんですけど、その時に僕もこう前野さんの歌詞がすごくこうちょっとこういわゆるこう好きだよ愛しているとかいう歌詞じゃないですよね。今日は君がいなくて寂しいとかじゃないですよね。今回の東京ドリフターでもこう苦労された歌詞とかは、そうですね、結構言葉の遊びが非常にあって、言葉の意味、日本語的の意味も、日本語非常に、感情の言葉じゃないですか。だから恋と愛の違いをちゃんと伝えたいとか、あまり英語で同じ言葉を使う単語を分かれないといけない。パッと考えるとこう、恋も愛もラブかなっていう、ね、もうラブかなっていうよりラブしかないじゃないかっていう。それをちょっと分けてもらいたいっていう、じゃあ前野さんがね、はい、どうしようかっていうところで、もうその歌詞の、テンポもあるじゃないですか、あと言葉の数とか、こうメロディーに乗ってる言葉の、ね、数とかね、それをどういう数はなるべく同じようにして、もう本当にテンポが
合っているような感じ。 そのもうあの歌ってるところで、うん、結構長いものあるじゃないですか、うん、それを例えば円で終わっていったら、うん、字幕もそこで終わるなのに、うん、歌がうわーっと続くじゃないですか。続くこうはい、だからそういう言葉なるべく避けないといけなくて、英語でも長くまあノートを引っ張られる言葉を入れないと多分観客的にその音楽の気持ち伝えられないじゃないかなと非常に感じられていて、それはなんかこう最後に ER とかで続くような、そうですね、伸ばしても不思議じゃない、不思議じゃない音で終わらせる、それはすごいこう初めて聞いた話です。すごい感じですね、それはね。まあ私も初めて聞いたので。